ザイール。ザイール共和国、ザイール共ウアー国、通称ザイールは、コンゴ民主共和国で、モブツセセセコが権力を掌握していた1971年から1997年まで、用いられていた国名である。国名は、コンゴ川のポルトガル語名であるザイール川、現在はポルトガル語でも、コンゴ川と呼ばれているに由来する。ほぼ全期間を通じて、 大統領を務めた、モブツ固有の個人独裁国家体制というイメージから、彼が、今後民主共和国第2大大統領として、就任した1965年が、ザイル共和国の建国であるとの誤解見られることもあるが、国名変更を行ったのは1971年で、ある。モブツは1965年11月24日に、クーデターで権力を確立した。 その後、モブツは強い中央集権体制を確立し、植民地時代の名残を排除するためを推進し、1971年にザイール共和国に国名変更をした。1990年4月、民主化要求の高まりを受け議会は11月に複数政党制への道を開く憲法修正案を可決。12月に期2期を満了したモブツ大統領が、 参戦を禁止した憲法条項を無視し、辞任を拒否。1996年にルワンダ紛争が飛び火する形でザイール領内の土系最大勢力バニャムレンへの大放棄が発生。10月にはそれに乗じて長期間潜伏活動を行っていた人民革命党のローランカビが反政府勢力を結集して今後ザイール解放民主勢力連合。 アフデルを結成、土人の軍事力を背景に、金社社に向かって、進撃を開始した、第一次、今後戦争。この戦争には、各々の思惑により、ルワンダ、ウガンダ、アンゴラ、ブルンジが参戦した。そのうち、アンゴラは、モブツ政権の打倒を目的としていた。その結果、1997年5月16日、モブツ政権は崩壊。 モブツはモロッコへ亡命した。その後、アフデルのローラン・カビラ議長が大統領に就任、国名をザイル共和国から現在のコンゴ民主共和国に変更し、共和制国家で部族対立の解消のために、モブツセセセコ大統領の右翼政党、MPR の一党独裁制であった。野党は非合法で存在し、 1983年にはベルギーにおいて、今後民主回復戦線、FCD を民主社会進歩連合、ドップスや人民革命党、PRP、ルムンバ派などで結成した。大統領の任期は憲法で決まっていて5年である。再選は2戦までで3期以上はできない。しかし、モブツ大統領は特別措置で無制限再選となっており、 99%以上の模物票は誰も超えられなかった。大統領は、閣僚、州知事、長官の任命権を持っていたため、非常に強力な中央集権国家だった。議会は、国民立法議会のみの一員制で、普通選挙で選ばれた議員で構成され、任期は5年。なお、議員数は、当初420人だったが、後に310人に減らされた。 一党制なので当然ながら議員はすべて革命人民運動所属であり、その MPR 議長は、モブツ大統領が兼任していた上、大統領が提案した法案の可決が目的だったので、年に数週間の会期で開かれた国会も事実上、モブツの支配下にあった。司法は、第一審裁判所に九つの構想院、そして最高裁判所の三種類がある。だが、 最高裁判事の任免は、大統領が行えることを頭に入れておく必要がある。成立当初は銅などの地下資源の本格的開発を行った結果、経済は回復し、外国からの投資も復帰しつつあった。しかし、1990年代の内戦によって、経済は崩壊、世界最貧国の一つになってしまった。 1979年ザイール共和国国家予算中、国防費は11%、社会保障、保険衛生費は5%を占めていた。当時、この割合に近かったのはペルーくらいであった。このように、社会保障や保険衛生費が少なかったせいか、一人、あたりの医師に対する人口は16,106人と、非常に多かった。 モブツが政権を握って間もなくの頃、1966年7月1日に21州を8州1市に再編した。この区画は、在イ,イル崩壊後の1997年10月8日に、また再編された。なお、原価単画州は、在イ,イル化政策によって1971年に、シャバ州と名称変更された。 人口は2,9648,833人、1984年7月1日、国勢調査地で、2014年現在で、ザイール、コンゴ民主共和国の最新国勢調査でもある。そのため、それ以降の人口値は推計などであり、決して信頼できる値ではない。出生率は40%を超えているが、死亡率も20%以上と高い。 そのため、人口ピラミッドは、富士山形となっている。約200の種族で構成されているザイールは、バントゥー系民族が、約半数、スーダン系民族が13%程度を占める。他では、ヨーロッパ人、特に、ベルギーからの入植者が多い、原住民ピグミー人など。在留法人は1983年10月時点で100人から1000人、程度いる。 フランス語を公用語とし、他の言語としては、スワヒリ語、東部、キルバ語、南部、リンガラ語、ザイール川、コンゴ川周辺、キコンゴ語、低地、コンゴなど。文語率は50%と比較的高い。カトリックが約半数を占め、他にプロテスタント、イスラム教、伝統的信仰がある。当時は、ローマを経由したルートが使われており、 ローマと近車さを約6時間で結んでいた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。